ぬかびら温泉入り口ぬかびら温泉での熱、気球体験登場ぬかびら温泉は、北海道加藤郡上志幌町にある温泉。地名の由来は、アイヌ語の,の、ぬかびらより、音フケ川沿岸の崖に、人の姿に似た岩があったことからの命名。その岩は現在ぬかびらダムの固定にある、大雪山国立公園内にあり、国道273号沿いのぬかびら湖南側に位置する。 9軒のホテル、旅館、ユースホステル、及び数軒の飲食店等が温泉街を形成している。それぞれの宿泊施設では、日帰り入浴でも利用することができる。なお、旅館、ホテルで、日帰り入浴が可能な湯巡り手形も販売されている。旅館組合で、厳選かけ流し宣言を行っており、全施設がかけ流しである。ただし、 源泉は高温のため沢水で下水を行っている施設がある。また、湯本館前には無料の足湯がある。かつて温泉街には現在経営中のホテルをしのぐ規模を持ったホテルが存在していたが、2003年に閉鎖されている。その後は放置され、警備体制にも不備が多く、敷地内に人が無断侵入するケースが相次ぎ、施設の荒廃が進んだ。 施設内外の引き払いの処理がされていないために、建物内には備品が放置されたままになっており、建物は風雪による劣化が進んで廃墟と化していた。解体は、権利関係が複雑な上に莫大な費用がかかるため、めどが立たない状態であったか、2014年に、ホテルの建物と従業員宿舎を同庁が競売で、取得し、国が譲り受け解体して、 跡地を足湯などがある公園となった。温泉街には他に大雪山国立公園の自然や昆虫の標本が展示されている東大雪博物館や旧国鉄市幌線ぬかべら駅跡に上市幌町鉄道資料館も設置されている。早朝には熱気球体験登場を行っていたが2014年5月末日で終了となった。 周辺施設としては、ぬかびら原泉里スキー場、国設ぬかびらキャンプ場、北海道遺産に選定されたタウ種別川橋梁を、はじめとする旧国鉄市幌線廃線跡とコンクリートアーチ橋梁群がある。バスでのアクセス。ありがとうございます。